8月6日木曜日です、今から撮影で都内の銭湯に向かってます。で、今日は何の撮影かっていうと、僕らをまとうものっていうですねプロジェクトをやってる方々のブランドでして、本当のものの価値を追求するっていうコンセプトのもとですね、遠藤大樹さんって方と古江祐樹さん、お二人がやっているプロジェクトでして、それのオリジナルブランド、D2C ブランドですね。撮影前にちょっと遠藤さんとツイッターでやり取りもしたので、会うのは初めてなんですけど、とても楽しみです。お二人はそのプロジェクトで YouTube チャンネルやったりオンラインコミュニティをやってたりしてて、なんかとてもシンパシーを感じるので、撮影しかり、お二人に会うのがとても楽しみです。じゃあちょっと行ってきます。もう信号後何回かやり過ごしてしまいました、喋ってたら。おはようございます。はじめまして、安井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀江さん、はじめまして。よろしくお願いします。僕らがまとうものの遠藤さんです。遠藤です。オリジナルブランドですか？オリジナルブランドです。の太郎というものは新しくデザイン、ディレクション、はい、されたということで、はい、撮影です。よろしくお願いいたします。古江さんです。古江と申します。よろしくお願いします。主にメディア担当って感じですか？遠藤が写真で、僕が基本的に動画を作ってます。あ、そういうことですね。はい、そんな感じで、まあ、役割としては分かれてます。今回のこの太郎は、太郎はまあ基本的に遠藤が舵取りはしてるんですけど、まあ、僕も一緒にそのデザイン面とか考えたりだとかっていうところですね。お二人はどういう関係なんですか、もともと遠藤さんと。もともとで言うと、それこそインスタグラムで知り合った感じですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。共通の友人がいて、でその人の紹介で、まあ、なんか一緒にみんなで遊ぼうみたいになって、で、会って、でそこからまあ徐々に仲良くなったりして、って感じですね。なるほど。もう出会いからやってることまですごく最先端ですね。広、すごいモダンなおしゃれな脱衣所ですね。じゃあここで着替えとメイクです。ラン&スカット。とりあえず私服でこの銭湯に来たっていうシーンを撮影するみたいです。メイクも終わって、今日カメラマンはですね、なんと浜田秀明さんです。よろしくお願いします。いや、嬉しいです、本当に。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。光栄です。これが太郎の商品です。リネン100のセットアップ、めちゃめちゃ涼しい。ジャストです。これはなんでこういうのを作ろうと思ったんですか？今銭湯が結構ブームっていうのがあるし、銭湯ブームで、なかなかこういう銭湯上がった後に着るものって、なんか銭湯行った後に同じの着て帰るのちょっと、それあります、ね、ちょっとなんか嫌な感じがあるじゃないですか、うん、それをまあこういうの着て帰って、これで帰りに缶ビールコンビニで買って飲みながら帰って、最高です。ここクラフトビール飲めるんで。確かにそう。風呂上がりのシーンなので、はいはい、パックをしてツヤ感っていうんですか、を出しますと。いいですね。すごく癒されております。おお、どうぞ。ああ、いい湯だった。いい湯だった。ありがとうございます。Vlog です。東京浴場です。西小山です。順調ですか？バッチリです。バッチリですか？忙しくなりますね、これから。売れますよ、これは。めちゃくちゃ緩い現場ですけど、最近こうあるべき。撮影現場はこうあるべきです。めっちゃ楽しいやん。めっちゃ楽しいやん。めっちゃ楽しい。まぶしい。Please pick up.
楽しんでます。よかったです。そんな素敵な撮影。はい、いきますよ。はい、3、2、1。 OK、 ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さん、お二人の YouTube チャンネルもチェックしてみてください。ぜひ、はい、お願いします。無事撮影終了いたしました。この東京浴場っていう素敵な漫画たくさん、8月下旬ぐらいにこの撮影した商品は発売されるみたいなので、その時に写真も公開になると思います。ものすごくいい商品だったので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、お疲れ様でした。